表面ゴミ浮いてる。ロスポーストリート、純粋な豚骨だけで仕込んでますんで、何時間くらい煮込んでらっしゃるの？ですね、これはもう約20時間です。ほぼほぼだいたい朝の、8時ぐらいから出荷が始まりますので、それまでに調整をして、その後遊ばせる時間っていうのはほぼほぼないですね。もうすべて出荷し終わったら、まあ大体最終的にまた再沸騰させるのに、もうやっぱり4時間ぐらいかけて、で最終的にもうほぼほぼ20時間ぐらいはもうこの状態でずっと夜間も火をつけっぱなしにしてます。はい。ですからほぼほぼ20時間。で出荷までの時間がまだありますんで、その中で、天候であったり温度湿度であったり、そういうところでスープの馴染み方が変わってきますので、でそういうところを最終的に調整をして、大体朝の8時ぐらいに出荷します。で一応スープの方は福岡に3店舗、その3店舗を分と佐賀に3店舗、それから唐津、佐世保、各担当者がここまで取りに来ますんで、ここで作った生のスープを持って各地に走るという形になります。純粋な豚骨のみ使ってますんで、全て手作業で、で企業秘密になりますけど、仕込みに関してはいろんな過程を終えた豚骨をこの中に投入しています。はい、うち独自で。ですから通常の豚骨ラーメンとかよりは臭みが少ない、比較的あっさりした豚骨スープを心がけて作ってます。はい。やっぱりラーメン用の豚骨スープと、ちゃんぽん用の豚骨スープと、作る過程が違います。はい。うちの方で作る。店の方で調理をしてくれるスタッフに作りやすい豚骨を作ってます。結構かかな、結構しますよね。そうすると先ほどより見てもらったように白濁して、これをまだ3時間ぐらいまた火をかけて炊いていきます。で
余計なアクなんか出た時は軽く取って。ですから先ほどご覧になっていただいたようにやはりちょっと白濁したようなちょっと白っぽく、はい、しばらくは火力を全開にして、そしてスープをなじませていきます。はい、
Yeah.
ました。1名様です。1名様、簡単こちらによろしいですか。